こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの表を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はケンタロウさんとリエさんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあお二人についてそれぞれちょっと自己紹介お願いします。はい、百貨店で、まあ、アートとかインテリアの企画の仕事をしていますケンタロウと申します。お願いします。私も同じく百貨店勤務で、私はファッション、婦人服を販売しております。リエと申します。お願いします。お願いします。今回紹介していただくこちらのご自宅が 2LDK です。はい、はい、それぞれ何畳ずつぐらいこちらのリビングが、12、3畳ぐらいで、隣の洋室が6畳ぐらいで、寝室がもう一つあって8畳ぐらいですね。はい、だけどまあそれぞれ結構コレクタブルなアイテムが、ね、たくさんあると思うので、はい、そのあたりちょっと紹介させていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初こちらのダイニングスペースを紹介していただきたいなと思います。はいはい、こちらのスペースなんですけど、なんかどういった世界観にしたかったみたいな、そういったコンセプトはありますか？はい、まずこの家に住むときに、まあ椅子はちょっといいものを買いたいなっていうのがあって、それで選んだこのチェスカチェアを軸にしながら、色味とかをまあ素材ベースで合わせていってっていうところで、遊び心はまあアート作品とか結構好きなので、まあそういったもので加えていこうかなっていう感じで買い揃えてきました。というわけで、じゃあまあちょっと順番にアイテムいろいろお伺いしていきたいんですけど、はいはい、こちらの正面からお伺いしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか？これがイサム野口の明かりで、通販で買いました。だいたい2万円ぐらいだったかな。たまたま安くなっていて買ったんですけど、ここすごい天井が高い家なので、まあ、ぶら下がった時に目立つようなシェードが欲しいなって思った中で、このチェスカチェアのラタンの感じとも合うなと思って、色味もいいですし、まあ、2個リビングスペースに吊るすように買いました。ここ最近で結構、はい、イサム野口はそうですね、はいはい、結構今もう買えない形とかあるみたいなんで、うん、個数あるうちに買えてよかったなっていうのはあります。うんうん、そしたらじゃあその下のダイニングテーブル紹介をしていただきたいんですけど、はい、これはどちらで購入されたの？このテーブルが名古屋の、ノーエイジさんっていうヴィンテージショップで買いました。多分デザイナーとかは特に明らかになってないやつなんですけど、フランスの多分ミッドセンチュリーのパイン材かな、確かでできたラウンドのテーブルです。本当は多分エクステンションのパーツとかあるんですけど、丸テーブルとして売ってたので、ずっとラウンド探してたんですけど、あんまり選択肢がなくって、でまあ行く先々のセレクトショップでいろいろ見てる中で、まあ、たまたまいいなと思って見つけたのがこれっていう感じで、10万15万ぐらいだったかなと思います。はい、木の合わせ方も面白いこう組み方になってる。そうですね、図形組み合わせたみたいな、天板がちょっと工夫されていて、まあ、そういったところもあんまりないかなっていう感じで気に入ってます。うん、そしたらじゃあその後ろにあるアート作品のちょっとお話もお伺いしたいんですけど、はい、これは作家さんはどなたになるんですか？武田鉄平さんという画家の方の作品のポスターになります。パルコさんのアーティストの企画でやっていたポスターで、最近個展やっていてすごい見に行った人ももしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけど、かなり時間をかけて作品制作されるような方で、これなんか筆跡そのまま厚塗りで描いてるように見えるんですけど、実は厚塗りに見えるようにフラットで描いてるっていうところが見てびっくりっていうような、すごい技術の高い作家さんで、作品結構4年待ちぐらいみたいになってるみたいなので、ポスターでもいいので欲しいなと思ってなんとか手に入れたものになります。はい、ポスターの方は4年も待たないと、はい、いやそれは出した時に買えるかなって感じなんですけどポスターも結構抽選になってる時もあります。あ、じゃあ、はい、結構今割とこう人気な作家さん、ね、そうですね、ありがとうございます。はい、続いてちょっとお気に入り の、 この、はい、まあ、食器だったりそういったアイテムをちょっと紹介をしていただきたいんですけど、はい、結構そういったものもたくさん集められてるんですか？そうですね、旅行に行ったりだとかよく行ってるお店さんで買わせていただいたりとかっていうところで、割と食器に関しては
ジャンルレスでいろんなもの、和食っぽいものもあれば、まあ、今ピックアップさせていただいた3点みたいなのもあったりだとかっていうところなんですけど、うん、じゃあちょっと今回まあピックアップしてお持ちいただいたので、ちょっと順番にじゃあ紹介をしていただければと思います。はい、わかりました。手前のものからいくと、これがアラビアっていうフィンランドのメーカーのキルタっていうシリーズの食器になります。カイ・フランクっていうあのデザイナーがいると思うんですけど、そのデザイナーが汎用性の高いような食器っていうのをヨーロッパに提案したいなっていうので、もともと作ったシリーズのものになってます。これはサラダボールっていうアイテムになるのかなと思うんですけど、色は結構フィンランド人が昔から使ってたちょっと落ち着いたくすんだ黄色っていうので、割と人気で、集めてる人はもうテーブルセット全部集めてるみたいなアイテムになってます。はい、で隣のこのプレートがアンドゥムルメステールってファッションのデザイナーがいるんですけど、結構モードのデザイナーで、その方が最近ホームグッズも作っていて、これはベルギーにアントワープに行った時に向こうのお店で購入したものになってます。セラックスっていう向こうの食器のブランドとコラボして、まあアンがデザインした食器っていう感じで、まあデザート食べる時とか結構映えるので気に入って使ってます。でこのグラスが僕が一番お気に入りのタピオビルカラっていうフィンランドのアールトとかと同じぐらい向こうでは有名なデザイナーのワイングラスになります。なんかコンセプトが丸三角四角でできている、まあ、この飲み口の部分とステムのこの部分と、まあ、三角錐で幾何学でできているっていうようなシリーズのものになってます。で結構これ乾杯の音とかもすごい良くて、プレゼントでもらったんですけど、すごい気に入ってます。クリスタルガラス使ってるのかな。で面白いのが、これ飲み物入れるとあの向こう側の景色が180度回転して見えるように計算されてて、まあなんかそういうところも遊び心というか、彼の衣装として面白いとこかなと思います。ありがとうございます。はい、続いてこちらのブックシェルフ紹介していただきたいなと思います。はい、こちらのスペースは、まあ、何が収納されているって感じですか。そうですね、主に、まあ、インテリアとかアートの雑誌だったり、旅行が好きだったので、まあ、旅行関連の本とか、まあ、小説はちょろっとしかないんですけど、集めた本をしまう場所になっていて、まあ、上はもう完全に見栄え重視というかまあ自分が気に入ってる、まあ、デザインとかアートピースだったり、まあ、スピーカーみたいなものを、まあ、置いてる感じですね。部屋の中でも結構このスペースはお気に入りというか、日が当たるので結構物が綺麗に見えるので、かなり気に入ってるスペースです。ちなみに健太郎さんはこのインテリアだったり、はい、後に興味を持ち始めたのはいつ頃からなんですか。そうですね、本格的に買い始めたのは 3,4 年かなっていう感じで、もともといろんなものを見てはいたんですけど、まあきっかけはこのガラスのアートピースで、まあ、イッタラから出てるオイバト一家っていうバードとか鳥のモチーフのガラスで、多分すごい人気のデザイナーさんのポムポムベースっていうちょっと可愛い名前がついてるアートピースになりますね。テレビで実際にこのアートピースができていく過程みたいなものを見て、その機能性とはちょっと違うところの、まあ、ガラスっていうところで、まあ、面白いなと思って、そんなに広い部屋に住む予定も最初はなかったので、小さいものから始めていこうかなっていうので、まあ、最初に買ったのがこれかなっていう感じですね。そしたらじゃあちょっとこの流れで少しこちらの紹介をしていただきたいんですけど、そうですね、はい、この3つが表参道のエレファントさんっていう、まあ、ガラスだったり陶器だったり、まあ、テーブルウェアからアートピースまで扱っているようなお店さんで買わせていただいたものになります。この青いベースがエリック・ホグランっていうアーティストのベースですね。泡を立てるのにカーボランダムっていうのを使ってて、ちょっと見づらいんですけど、場所によって虹色に光ってたりとかするのが結構個体差があって面白いようなもので、ここの2つはグラスも紹介したあのタピオ・ビルカラっていうデザイナーの、まあ、アートピースですね。ミラノ・トリエンナーレっていうデザインとかの、まあ、賞を決めたりとかするところにも出展されてたみたいなもので、これは今年買ったアートピースなんですけど、今家にあるものの中で一番高いかもしれないですね結構普段からじゃあこういう、はい、まあ、ガラスだったり陶器のものとかは結
構お好きでお金を割とかけられてそうですね。お店もよく見に行きますし、仕事でそういうインテリアのショップの方と会う機会もあるので、まあ、そういった方からもう教えてもらいながら、うん、もうどん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 深みにはまってっていう感じですね、はい。なるほどね、わかりました。じゃあそのまま続いてちょっと照明の方をお伺いをしたいんですけど、こちらはどこでご利用のものですか？ちょっと有天寺の名前忘れちゃったんですけど、ヴィンテージの雑貨屋さんで買ったフィリップスっていうメーカーの60年代のデスクランプになります。 Z ランプって呼ばれてるみたいで、本当にこの足の形の通り曲線がすごい面白いようなランプですね。 UFO みたいでつけなくても可愛いんですけど、つけると上からも下からも光が漏れるようになっていて、部屋の雰囲気が一気に変わるので、まあ、明かりつけるとすごい柔らかい感じになるんですけど、こっちのライトだと結構部屋がかっこいい感じに見えるので、まあ、そういったところでたまに飽きたら使ってみたりとかして楽しんでますね。もともとデスクライトみたいな感じで使われたりして、そうですね、多分ワーキングデスクとかで使うようなやつだったのかな。あと学校とかでも使われてたかもみたいなのを見たことあるんですけど、でもそんなにすごい明るく光るわけじゃないんで、はい、照明としてっていうよりはインテリアとして使ってるような感じですね、はい、ありがとうございます、はい。続いてこちらのソファースペース紹介していただきたいなと思います、はい。まずじゃあ後ろにあるこちらのアート作品からちょっとお話をお伺いしたいんですけど、はいはい、これは作家さんはどなたですか？大友愛さんという作家で、僕が仕事で展示を企画させていただいて、で、まあ、それの記念で初めて油彩のキャンバスの作品として買ったもので、匿名性をテーマに、まあ、描かれている方で、友人がペットと一緒に撮った写真とかを元にしてペイントとして描いているような作品のシリーズになります。必要とされていないところにはいられないみたいなタイトルがついてて、気になるような関係性みたいなのが描かれてる感じがいいなと思って買ってますね。今うちの顔になってるような作品です。ペットとその飼い主みたいなのがシリーズとして描いた展示だったので、まあこれ犬なんですけど、猫とかいろんなものが飼い主と一緒に描かれてて、で実際にまあ作家さんのご友人だったりとかするんで、このワンちゃんも見たことあるんですけど全然特にそこはあんまり関係なく、モチーフとして可愛いなと思って買いました、はい。そしたらじゃあ続いてソファーについてちょっとお伺いしたいんですけど、どこで購入されたんですか？ B カンパニーっていう比較的リーズナブルに買えるかなっていう感じのところで、彼女が前に 4,5 万ぐらいで買ったってことだったんですけど、意外とこう2人掛けのソファーがあんまりなくて、ずっと探してるんですけど、ちょうどいいのがないので、ちょっとそのまま使ってるような感じですね。床の色が白っぽくて、かなりこうライトな感じに見えるので、このレザーの黒の質感が割と部屋を引き締めてくれるので、まあ、そういうところもいいかなと思ってそのまま使ってます。じゃあそのまんま目の前にあるこちらのテーブルについてお伺いをしたいんですけど、はい、こちらのカフェテーブルが目黒のフィルムっていうヴィンテージの家具屋さんで買ったオランダのデザイナーのカフェテーブルになります。特徴がプライウッドをまあ曲げて作ってあって、でまあ、生産の効率がいいみたいなところと、まあ、デザインのところを両立させたみたいなので、まあ、当時結構流行ったものみたいなんですけど、まあ、大きさもちょうどいいですし、あとまあ天板がガラスなので、まあ、今中に本とか雑貨とか入れてるんですけど、見せるスペースとしても使えるのがいいなと思って10万ぐらいで、はい、購入しました。ちなみに今、はい、この中の雑貨だったり本についてもちょっとお話をお伺いしたのでそうですね、だいぶこまごましてるんですけどこれがアルテックがアールトの家具をガチャガチャで去年今年すごいやってたと思うんですけど、名作のアールトの家具をガチャガチャでひたすら欲しいの出るまで回し続けるっていうので、まあ揃えたものだったりだとか、まああとは他のガチャガチャでコルビジェの LC シリーズのチェアとか、自分が実物欲しいけど買えないなみたいなやつをちょっとミニチュアとして集めてみたっていうような感じになってます。でこの本が、さっきも紹介したタピオビルからの、アートブックになってます。結構彼は自然をモチーフにしたものだったりだとか、こう日常でも使えるんですけど、フィンランドの自然からインスピレーションを受けたアイテムを作ってるようなデザイナーで、フィンランドの
こういう雑貨紹介する画集は写真もすごい綺麗なんで、まあ、自分の欲しいものを探すのと同時に普通に暇な時眺めたりとかしてよく見てるような雑誌ですね。これも表参道のエレファントさんが買ってきてくれて、現地でしか最近はもう売ってないんですけど、一部ではなんか高くなったりとかしてるみたいなデザインブックです。最後が沖純子さんっていう刺繍の作家の方の、ちょうどこの間始まった今鎌倉にある神奈川県立近代美術館でやってる展示の作品を収録した画集ですね。すごい細かい刺繍の作品を作られてる方で、まあ、刺繍体にその古い布とかヴィンテージの額とかを使った、まあ、初期のシリーズから、まあ、最近天王洲のギャラリーとかでキャンバスに対して刺繍したみたいな作品とか、これまでの大木さんの作品集になってます。なんか実物結構吸い込まれそうなぐらいな、すごい力のある作品作られてる方で、いつかちょっと自分の家にも欲しいななんて思ってます。はい、ありがとうございます。続いてこちらの下に敷いてあるラグって言っていいんですかね。そうですね、はい、ラタン素材の敷物なんですけど、通販で2万円3万円ぐらいで買いました。あったかい季節用で、秋冬はまた違うラグに変えてるんですけど、なんていうんですかね、畳の代わりみたいな感じでよくここ寝っ転がったりとか、まあ、素材も結構他の家具と色のトーンもあったりとかしているので、まあ、割と気に入って敷いてます。うん、ありがとうございます。はいはい、続いてこちらのスペースを紹介していただきたいんですけど、はい、ここはどういったお部屋になりますか。洋室なんですけど、まあもう本当ご覧の通り洋服部屋になってます。大きいクローゼットみたいな感じでも使ってる部屋になります。はい、まあ、やっぱりお互いそのファッション扱うようなところで働いているので、どうしてもちょっと洋服は多くなってるかなっていう感じですね。じゃあちょっとまあこの部屋の、はい、まあ、インテリアのちょっと部分お話をお伺いしたいんですけど、はい、まずそちらにかかってる照明ですね、これはどちらのものになりますか。これがフロスっていう照明のブランドのペンダントライトというか、まあ、メーデーっていう名前で、困った時にどこでも使えるみたいなのをコンセプトにして作られてるやつで、このコンセントが5メートルぐらいあるのかな確か。なので電源から遠くても使えるっていうので、まあ、床に置いても使えますし、あったかい季節だとベランダまでコード引っ張って電気つけてベランダでお酒飲んだりとか、そういうのにも使えるので、まあ、便利で気に入って使ってますね。中目黒のリヒトギャラリーさんで買いました。はい、割と流行ったというか流通してるライトではあるんですけど、これが2020年に20周年記念で作られたやつなのかな。もともと取っ手がプラスチックみたいな素材でカラーのものとかが多いんですけど、これは周年記念で金属になっていて耐久度が増しているので、見た目的にも高級感もあってすごいかっこいいですね。うん、ありがとうございます。そしたらじゃあそのお隣にある、はい、こちらのちょっと椅子についてお話をお伺いしたいんですけど、はい、トム・サックスっていうアメリカの現代アーティストのナサチェアっていう作品になります。でまあ、フォールディングチェアで、コンセプト的に彼が結構 NASA とか、まあ、宇宙にちなんだ展示とかをよくやっていて、宇宙ステーションで使っていて汚れて帰ってきた状態の椅子っていうコンセプトなんで、結構スレとかがあったりとかするものなんですけど、まあ、後ろに一脚ずつ偉人のなんかサインみたいなのが書いてあって、これはたまたまスタンリー・キューブリックって映画監督で、彼も宇宙の映画撮ってたりとかしたと思うんで、本当にラッキーだったなっていう感じです。ちょっと前にドイツで展示やってた記念で通販でナサチェアが出てて、でたまたまそれで変えてうちにやってきたっていう感じです。彼は仕事で展示もさせていただいたことがあるので、その時買えなくて、まあ、自分ではすごい欲しかったものなので、ちょっと今洗濯物を置いたりとかそういうのにもなっちゃってますけど、はい、気に入ってます。はい、ありがとうございます。はい、はい、続いて、ファッションについてというところで、ここからちょっとリエさんとケンタロウさんお二人のファッション事情についてちょっとお話をお伺いしたいなと思います。今ざっと何着ぐらいここにあるんですか。目に見えてるので150、200ぐらいあるのかな。あとはクローゼットの中にアウターとか
結局300着ぐらいになるかもですね。はい、なんか洋服を普段着るにあたって、まあ、それぞれこだわりのポイントは違うと思うんですけど、そういったところちょっとお伺いしてもよろしいですか。私は百貨店の中のセレクトショップで働いてるんですけど、まあ、そこで基本的に取り扱ってるお洋服を絶対買うときに3回着回せるかっていうのを考えてお洋服を買います。で、もともとやっぱ好きなお洋服が決して安いわけじゃないので、一丁羅で超テンション上がるみたいなお洋服もあるんですけど、基本的にはやっぱり日常着なので極力同じ格好はしたくないっていうのをテーマに、まあ、3回着回せるかな、これ着回せるな、よし買おうみたいなので、あんまり価格っていうよりかは日常的に着やすいか着やすくないかっていうのを結構重視してお洋服を選ぶようにしてます。僕はもともとは多分彼女と同じようにそのなんか着回しだったりだとかっていうところもすごい考えてはいたんですけど、最近はファッションって自分がこうどういう人間なんですっていうのを喋んなくても伝える手段かなっていうふうに思ってて、割とこう仕事でもいろんなさっき紹介したようなインテリアとかアートとかに触れてきてっていうのもあるので、最近はもうシンプルにもう伝わるものが多くて、なので、まあ、T シャツだったりだとか、まあ、スウェットとか、まあ、割とカジュアルでデザインに極端な要素がないものっていうところで、この人って言ったら大体こういう格好だよねっていうのが分かるようなスタイリングの方が最近は多いかなと思います。はい、じゃあ、まあざっくりちょっとどこにどんな洋服が収納されてるのか軽くお伺いしたいんですけど、まず左のラックは、はいはい、どういった感じになってるんですか。基本的にニットとか T シャツとかかけちゃうと伸びそうなものを中心に畳で収納してて、一番上は T シャツで、ここは彼のコレクションで、私はあんまり T シャツを逆に着ないのですごい少ないです、うん、その下は、丸首のフードがないスウェットとカットソールだったりタンクトップだったり、まあ、インナーから普通にトップスまで様々収納しています。で、その下がフード付きのスウェットが2つあり、ここは彼のパンツ類ですね。ジャージだったりチノパンだったり、なんかスラックス系じゃないものが畳に収納されてます。その下がニットで、ここは結構混在してるんですが、カーディガンからタートルから地厚いのものから薄いものまで様々あり、一番下はすごい汚いんですが、とんでもないボリュームのニットとかが収納されてたりするので、1個あるだけでインパクトがありそうなデザインのものが押し込まれるような形で収納されてます。お隣はこちらは、はい、スラックス、ワンピース、スカート、ブラウスなどシルクだったりとか、ちょっとシワになりそうなもの、畳んじゃうと大変そうなものは基本的にかけて収納しています。多分こっちのラックは私のものの方が多くて、畳の棚はケンタロウの方が多いかなと思います。これちなみになんか洋服こうかけるハンガーだったりとか、このラックだったりとか、そういうものってこだわり何かあったりしますか。結構あって、あのハンガーもストックがあるぐらいなんですけど全部ドイツ製のマワハンガーっていうのに統一していて、シリコンが滑り止めのようについてるので、こういうテロッとしたお洋服もかけてても落ちないかったり、あとすごく薄いので、たくさんこれだけかけてても全然まだこのラック実は余裕があったり、意外とかけやすいハンガーになります。横幅も3種類ぐらい多分うちにあって、細いのから幅があるものまでいくつか種類があります。洋服好きな方だと使ってらっしゃるかと思います。はい、結構多分ご存知の方多いと思います。これはネットでまとめて買う感じですね。ありがとうございます。はい、あとこの黒い洋服かけ、こちらもあれですよね。これがインテリアの EC サイトのスコープさんで買ったコートラックというか、ちょっとほとんど見えないんですけどビーチ材かな、木でできたラックなんですけど、すごい軽くて女の人一人でも持てるぐらいの軽さなんですけど、140キロぐらい耐荷重があって、まあご覧の通りこんだけかけててもあの壊れたりとかしないっていうような頑丈なラックですね。組み立て式なので多分バラせば場所も取らないですし、なんか棚板のオプションとかも別売りであるみたいなんで、用途に応じて使えるのが気に入ってます。そしたらお二人の、まあ、今回お気に入りの洋服だったりアイテムっていうのをちょっとピックアップしていただいたので、はい、それぞれちょっと紹介をしていただければなと思います。はい、先に僕の服3点とバッグ1点選んだんですけど、
まあ、さっきも話した通り T シャツを着ることが多くて、まあ、割と夏は1枚で着ますし、冬場もアウター羽織ってっていうのでよく着るんですけど、結構ヴィンテージとかもすごい好きで、音楽だったり映画だったりの T シャツをよく好んで着てます。でこっちがトレインスポッティングのレントンの T シャツ、これはまあ復刻で EC で限定復刻してて買ったもので、当時のやつだともう10万超えとかしてる T シャツなんですけどまあ同じデザインをまあ安く買えるっていうのでまとめて3枚ぐらいかな買いました。はい、次がソニックユースっていうバンドの多分一番最初のツアーの T シャツで、かなりレアというか、これもバンド T コレクターの界隈では割と高値がついているようなもので、まあ、僕自身も結構好きなバンドなので、まあ、たまたまちょっと先輩に譲ってもらって手に入ったんですけど、気に入ってる一着です。であと洋服最後がイギリスのヴィンテージですね。年代的には多分1940年代50年代ぐらいのCC41 っていう、戦争とかで物資が少なかった時に極力その無駄な資材を使わないで作るっていうコンセプトで作られてた服で、そういう背景なんで割と簡素化されてるんですけど、逆にすごいボリューミーなデニムで、意外とそのデザイナーズで探すとこういうのってなくって、でずっとこういう太いいいデニム欲しいなと思って探してたんですけど、前に動画で出てたユーミン&キューティーのユーミンが買い付けてポップアップで出してたので、そこで買わせてもらいました。で最後これがバッグなんですけど、カッスルエディションっていうオランダと多分ベルギー拠点にやっている、まあ、ブランドで、これも旅行にベルギー行った時に買ったものです。ピローバッグってもう本当見た目の通り枕みたいなバッグで、まあもうこの大容量のボリューム感と、まあ、見た目が本当に可愛いなと思って、コートとかと合わせるとアウターにも負けないぐらい存在感があるので、そういうところもすごい気に入ってます。実際ソファーとかにもなってるぐらいちょっと面白い変形のアイテムになってます。はい、ありがとうございます。私はすごいワンピースが好きなんですが、その中からワンピースを2着とスカートを1着ご紹介します。まず1着目が自分が働くショップでも一番人気を誇るマメクロゴーチというブランドのワンピースの、これが22年春夏のコレクションのもので、雪の結晶の柄をイメージしたジャガード織りのワンピースになります。上が結構ニット地でタイトで、下がボリューミーなワンピースになるんですが、なんかやっぱこういう着るとテンションが上がりそうなものを好んで買うんですが、これも1枚でもいいですし、上にスウェットだったりジャケットだったり羽織ってしまえばまた印象が変わると思ったので気に入って買いました。これは本当にあの色違いの黒も買おうか結構真剣に悩んだんですけど、同じものはいらねえよっていうこれでここまで白にしました。続いてこれはスペインのガブリエラコールガーメンツというブランドなんですが、すごくシンプルなデザインが多いんですけれども、素材がすごく上質で、これもシルク100で、やっぱトロトロの生地が着心地がすごい良くって、なんかさっきの豆みたいにデザイン性が強いものももちろん好きなんですけど、ここ最近は年齢というか重ねてきたことによって、こういうシルク素材とか着心地がいいものも自身のワードローブに加えるようになりました。この形自体はすごく定番の形で毎シーズン出していて、ベーシックな色だとブラックが必ず出てると思うんですが、このシーズンはこのピンクがすごく気に入ったので、ブラックではなくあえてピンクをチョイスしてみました。お洋服最後がすごい着丈の長いものが好きなのであれなんですけど、これはプランシーというブランドで、マルニの創業者の娘さんが始めたブランドなのかな。これも勤めている百貨店の中に入ってるんですが、着ると本当にあのお姫様になれたかな気分のボリューム感と着丈の長さになります。素材に関してはシーズンレスで着れそうな素材なので、夏場は T シャツだったりタンクトップに合わせて、これからはスウェットだったりニットに合わせて、結構年がら年中着てます。やっぱりあんまり季節問わず着れるお洋服、似合う似合わないもあるんであれなんですが、結構問わない素材の方が自分自身に似合ってるかなって思うので、
意外とこういうものをシーズン問わず着るタイプです、うん、はい。で、私はあとバッグを2つ紹介します。1つが去年の誕生日プレゼントでもらったボッテガベネタのバッグです。白いバッグを持ったことがなくってプレゼントで初めてされたんですけど、意外と収納力もこれあってちっちゃい割に、やっぱ白がすごい差し色になるので大変気に入ってます。であと彼からもらったっていうのと白っていうので汚さないようにすごい大事に使えるところが個人的にが大事だなって思いました、はいはい、で2つがシャネルのマトラッセなんですが、母親が学生時代にバイト代を貯めて初めて買ったバッグらしくて、多分今だと値上がりしすぎちゃって結構買うのが大変だと思うんですが、母親から譲ってもらったっていうそれだけで多分手持ちの中で一番大切な一点になりますね。たまに自分で磨いてあげてるんですが、買ったのが 3,40年ぐらい多分前なので角とかは転んできちゃってるんですが、それでもすごく大切にしている一点になります、うん、そんな感じです、はい、お二人とも洋服の考え方だったり系統も全然、うん、本当真反対というか、うん、全然違うんですね。そうですね、うん、確かに。あとバッグのこの収納方法というかね、はい、なんかちょっと変わったこう、ね、お手入れの仕方というかね収納されてると思うんですけど、これはなんかどういった意味合いで、なんかやっぱり一個一個が大切なので傷ついたり汚れたりしないように付属品の巾着の袋の口をくるくる丸めて一個一個このような形になるようにクローゼットの中に収納してます、うん、確かに。でもこれだと型崩れはあれですね、はい、しなさそうですし、傷ついたりっていうのがなくなると思うのでクローゼットの中は基本このまま収納されてます。うん、気になる方じゃぜひ、はい、やってみてください、はい、やってみてくださいありがとうございます。はい、ということで健太郎さんとリエさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからはちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、はい、まずこちらの物件を選んだちょっと決め手からお伺いしたいんですけど、はい、どんなところが決め手で住んでらっしゃるんですか？部屋の、まあ、見た目という部分ではやっぱ天高と、あとはもう壁ほぼ窓で閉めてる、まあ、広い窓っていうところがやっぱコロナになって家にいる時間増えたと思うんですけど、その中であんまりこう閉塞感感じずに家にいられるっていうところがすごいいいなって思ったところで、あとはもう実用的なところで職場がアクセスがすごいいいので、まあ、その2つが決め手かなと思います。なんか今まで住んできたお家とかと比べてみて広さだったり間取りだったり含めてなんか住み心地みたいなのが、まあ、変わったと思うんですけど、なんか良くなったりとかやっぱしました？私がこの家に住む前は一人暮らしでちょっと埼玉に住んでたので、まあ、アクセス面ではもう3分の1以下になったんですけど、遠いと出かけなくなっちゃうけど、やっぱここに住んでたらちょっとどっか行ってみようっていう時もあれば、さっき言ったように閉塞感がないので家でずっと過ごしてても全然窮屈感がないっていうのは両方いい、すごい越してよかったなとは思います。それこそね、広いと結構インテリアとかの配置、はい、そうですね良くも悪くも大変だったんです。沼ですよね沼にやっぱ入っちゃいます。はい、そうですね、はい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと続いてこの部屋のコンセプトみたいな、はい、そういったのを言葉で表現するとどんなお部屋ですかみたいな聞きたいんですけど。はい、そうですね、家具に関しては割とその自分のお気に入りの、まあ、このチェスカチェアだったり、まあ、明かりみたいなのをベースにして、まあ、素材感で割とシンプルに揃えてるっていうところがあって、そこにまあ遊び心みたいなもので、まあ、自分の好きなアートとかデザインピースをまあ挿していくっていうところがポイントかなと思います。うん、こういうやっぱなんかナチュラルなアイテム、まあ、確か多いですよね。はい、そうですね、まあ、やっぱりこのチェスカチェアのラタンから始まってるところがあるんで、雰囲気的にはやっぱりそれが全体に入ってるかなと思います。ちなみにお二人 の、 そのインテリアにまつわるところで、はい、お気に入りのお店だったりよく買いに行くエリアだったりあったりします？食器はもうあの紹介したガラスのエレファントさんで、家具はどこっていうよりは自分たちのこれが欲しいっていうアイテムを扱ってそうなところにこう行く感じですね。なんか持ち屋は持ち屋じゃないですけど、やっぱ専門性あるところのショップもあると大体見つかるので、そこをひたすら回るっていう感じが多いですかね。でも好きだったのは必ず
あ、そうですね、あの金沢のナウさんっていう、それこそユーミンがソファー買ってた、はい、お店さんは本当に暮らしにスッと入っていくようないい家具を扱ってるなっていう感じですね。おすすめです。はい、東京以外も割と旅先でもいろいろあったりするんですね。はい、名古屋のこれはね、私実家が名古屋で知らなくて一緒にね行って、はいはい、そうですね、会って旅先で、あ、そうか、はい、すごいですよね、旅先で見つけて買うそうだった、うん、ありがとうございます。はい、したらじゃあ最後にお二人から何か告知だったりお知らせがあればしていただきたいんですけど、何かあったりしますか？はい、特にないんですがさっき紹介したお洋服を売ってるので、お洋服をよく載せているインスタグラムをぜひご覧ください。はい、僕も一緒ですまあ、あの自分で企画やるときとかは自分のアカウントでもお知らせとかはしているので、あのぜひアートとかインテリア好きな方は見てもらえればなと思うので、よろしくお願いいたします。気になる方はぜひ健太郎さんとリエさんのインスタグラムチェックしてみてください。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは健太郎さんとリエさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。